監視カメラはその瞬間を捉えていた。台につく一人の男、その右手が不審な動きを見せる。さらにもう一度、針金のようなものを使って何かしている。店員はおろか、周囲の客さえ自分の台に夢中で全く気づかない。やがてスロットマシンは一斉にコインを吐き出し始めた。明らかな不正行為。今全国のパチンコ店をごとしと呼ばれる犯罪者集団が荒らしていた。被害総額は年間で500億円に及ぶともいう。悪質かつ巧妙なその手口を私たちのカメラは目の当たりにすることになった。一本の針金が台に差し込まれる。すると、おー、一大レジャー産業を脅かす黒い影、ごとしと呼ばれる犯罪者集団。三井の店でも被害総額は年間5000万円。店員が気づかないケースを含めればその額は倍以上になるという。この日三井は不正対策のコンサルタントを招き、ごとしの手口を見抜くための講習会を催した。被害を防ぐためには店で働く従業員の一人一人が相手の技術を知らなければならない。あのね、実は一昨日、聞いてる人いるかと思うんだけど、スロットルの方でやられました。ね、なんと36台で500万円抜かれました、1日で。私も過去最高です。で、なぜお店の人が気づかないのか、普段意識がないんですよ。だから非常にこれはね、重要なんです、これ。人生から伝わると言われてますね、この部屋の宣伝のことですね。これはどういったことを行うかと言いますと、大当たりを引いていない状態ですね、昇給のない状態で強制的にこの払い戻し口を開けてしまう。で、もう好きなだけ玉を抜いてしまうという手口ですね。液晶画面を走る絵柄のうち、同じものが全て揃うと大当たりとなる。この時、台の下にある扉が開き、大量の玉が吐き出される。大当たりが出ない限り決して扉は開かない仕組みなのだが、コンサルタントの男性は細いピアノ線を台の隙間に差し込んだ。強制的に開かれた扉には玉が続々と吸い込まれていく。出玉は見る間に溜まっていった。従業員はピアノ線にまで注意を払わなければならないということだ。問題は、ピアノ線というのは防犯カメラに映りません。あと指紋が出ません。物的証拠にもなり得ないわけなんです。ごとしから言うと時間効率が非常に高い。お店から言いますと短時間で、非常にたくさんの玉数を抜ける危険性を孕んでいます。さらにセルロイドなどを加工した細長い板を使う、通称セルごと。ごとしはペットボトルを切り抜いてアイロンで伸ばし、先端を特殊な形に細工して使うのだという。玉の出口からこれを差し入れて扉を開け閉めすれば、出玉の数は自由自在。パチンコ店は暗躍するごとしたちの対策に追われている。上越に夏が来た。お盆のシーズンは固定客を増やす絶好のチャンスだが、三井が率いる玉三郎に異変が起きていた。進出してきた大手チェーンに客を取られ、売り上げは目標の8割にも満たない。その結果、まあ、稼働の方、地域一番店を自負してきた三井にとってそれは屈辱。店の営業を統括するスタッフが呼び出された。面白いイベントっていう形で、でこれ 84% の累積達成しか稼働でできないってことが、これ原因なんだよ。ですね、やっぱり大型店のかなりの影響がありました。逆に、それはもういいわけだよ。またお前やれなかった理由だけ探してるじゃない。
利益だけ達成して稼働はお前 16% 落っことしてるってことはどうなってんのこれ。必要以上の利益をお客様からもらったつくんだろう。はい。客が 16% 減っているにもかかわらず売り上げが伸びている日があった。利益を確保しようとして行った釘の調整けれど、出玉の少ない店を客が見切るのは早い。失った信用はどうすんだ。じゃあどうやって取り返すんだ。ホールでお客様の生の声をしっかりと自分自身が聞いていって、その前にやることあるんだろう。その前に、その前にないのか。一番最初にやることが一個あるんだよ。それも忘れたかも。自分の店へ戻ったらな、はい、きちっと全部集めて土下座してもみんなに謝れ。このバカ野郎、めぐろ何のつもりでやってんだ。こら本当にお前謝ることもできないのか。自分でやったことが、くそ野郎、てめえはお前すまないだろこの野郎、はい、謝りもしないの何がお前そこで調査するかバカ、はい、謝罪もできないのかお前自分のやったことに対して。はい。お客様に謝って自分の部下に謝れ先に。はい。謝りもしないでお前お客様の意見を聞いて先に謝れよお前。ちゃんと名刺配って。耐えて忍ぶべき時代を生き延びるのは辛いけれど、悲鳴を上げた者は沈んでいく。資本力のある大手チェーンの構成がパチンコ業界の風雲児と呼ばれる男の牙城を揺さぶっていた。どこも同じだと私たちは思う。圧倒的な勝ち組の力が中小企業の経営者に厳しい選択を強いている。その構図はパチンコ業界に限ったことではないはずだ。再建の神様を頼ってまた一人パチンコ店経営者が三井の門を叩いた。どうもはじめまして、秋田です。よろしくお願いします。どうぞどうぞ、はい、失礼します。今どうですか、北海道の方の状況は。ここも秋田雄二32歳。マルハンさんにダイナモさんですか。あ、今非常に出店構成を大手チェーンさんかけられてますから、はい、これが大体になってます。父親から受け継いだ店はオホーツク海に面した北海道の港町にあった。二代目の意地、店を潰すわけにはいかないが、大手チェーンの進出によって今年すでに30% もの売り上げダウン。もしここに競合店もう一発打ち込まれたら、これ閉店状況になるような数字ですよね。これそうですね、はい、順当にいっちゃったらば、はい、そうです、大丈夫ですよ。あ、そうですか。道は必ずありますから、はい、どんな場所でも、はい、どういうとこでも、はい、方法はいっぱいあります、はい、一番まずいのは自分がねめげちゃうことですから、はい、大丈夫です。業界には地域ごとに営業時間や定休日などを申し合わせる組合がある。だが北海道は自由競争が盛んで大手も進出しやすい土地柄。夏場ホタテ漁でにぎわう人口5300人余りの町湧別町で、この秋田の店は唯一のパチンコ店だった。これまで地元の客を集めていた錦娯楽センターも近隣の町にできた新しい大型店に客を奪われ危機に瀕している。秋田社長は店に取って返し改めて厳しい経営状態に目を通した。やっぱ去年と比較すると、30% から 40% ぐらいは落ちてるのかなっていうね、やっぱり流れってのがちょっと。先代の時代から店を支えてきた坂田店長と2人、かつてない売り上げの落ち込みになすすべがない。
ねばいと頑張り、ねばいと頑張りでございます。さあねばいと頑張りをもたえばいて、さあ本日も最終最後は11ジャストのお時間となってございますが、店長の声も虚しく、この日も店に客の姿は少なかった。15年前にリニューアルした設備は新しい競合店に比べたら明らかに見劣りがする。営業不振がこれ以上長引けば7人いる従業員のリストラも考えなければならない。先代が築き上げた娯楽の殿堂は時代の波に現れてきしんでいた。気のせいだろうか、勢いを失った店内の空気がどこかよどんでいるように感じられる。かつては立ち見客が絶えないほどに繁盛していた時代があった。運送業に失敗した秋田の父親が莫大な借金の返済を目的に起こした店。日銭の入る商売は見事に当たったという。高校を中退し国のいろはから必死で学んできた秋田がぶつかった壁。もう正直自分の中でもね、どうやっていいのかっていう部分が見えてこないですから、ね、結局機械はどこ行っても一緒だって、感謝でやっても結局どこも一緒だっていう、それ以上のことやったら所轄からいろいろ言われますんでね、そういう流れで考えたらやっぱり厳しいですね。今までイケイケでいろいろなことに取り組んできたけど、もうないんですよね。父親がくも膜下出血で亡くなったのは5年前だった。社長業を継いだ秋田を容赦ない不況の嵐が攻めつけた。新しい台の入荷もままならず、中古で購入した台を社長自ら磨き上げる。だがその先に光は見えない。6年前父親が起こしたスロットマシンの専門店も閉店に追い込まれていた。親父、もうダメかもしれないと何度思ったか知れない。その度に泣けなしの意地を振り絞ってきた。立て直しの依頼を受けて三井が現地に姿を見せた。藁をもすがる思いだった。内装デザインと施工、釘調整の指導からコンサルタント料まで、リニューアルの総額3,300万円。三井は秋田が守ろうとする店の未来を月々120万円のロイヤリティで請け負っていた。三井のスタッフは競合店に足を収集していた。に、直接出向きまして、そこにいらっしゃるお客様に、なぜ錦娯楽センターに行かないんだろうというところをダイレクトに聞いてみた集計です。店舗のイメージが悪いというところと、出玉に対する期待がないというところで、改めて突きつけられる現実。熱気のない店を客たちは嫌う。出玉が少なければもう二度と足を運ばなくなるのは当然の成り行きだった。イベントをしてても出なそう、これすごい問題なんですよ。イベントをやってても出ないってことは、こちらがこの日は出しますよと言ってるにもかかわらず、その日に利益を抜いていたことは店長あります？ありますね。あります。はい、あります。あります。ダメですね、そんなに深く深くお客様の頭の中にあそこは出ないよっていうイメージをどうして植え付けてしまったのかなと。同じ失敗を2回繰り返したらば、今度この次はないですから、この次は本当ないですよ。この点はね、よく考えてください。非常に厳しいこと一個言いますけど、お店を見ればそこの店長の人格も性格も分かりますわ。上の天井がほら破けてるじゃないですか、これ何か所か、あれならあれでそこに補修かけて脚立持ってって直せばいいんですよ、自分で。まだやれるとこいっぱいありますよ。お店そのものが店長そのものなんですよ。イコールその店長を育てている社長そのものなんですよ。そうで
ちょっと先ね、本当にね、少々不安です。秋田自身が生まれ変わること、それが再建を引き受ける条件だと三井は言った。秋田が命じられたのは地獄の研修と呼ばれるセミナーへの参加。失礼します。おったらだ。失礼します。バラガラだ。絶対失礼いたします。亡き父のため、社員のため、そして己のために起死回生の日々が始まった。食えるところわかるしか。業界最大手への取材は難航した。交渉を重ねること3ヶ月、ようやくダイナモは躍進の秘密の一端を私たちに明かしてくれた。よろしくお願いします。よろしくお願いします。10年後550店舗という目標があります。したがってこの100店舗というのは次の200店舗に向かうスタートと考えていただきたいと思います。昭和25年東京亀有で生まれたこの店は現在106店舗。ここにもやはり軍艦マーチと煽りマイクはない。徹底的な合理化がその特色。台の管理は1枚のカードキーで行われる。鍵を使ったりごとしなどが不正に扉を開けた場合には直ちに異常が告げられるシステム。防犯カメラが自動的に異常が起きた台を映し出し、動かぬ証拠をプリントアウトする。ダイナムには極秘のマニュアルが存在する。パチンコ台数は1点当たり480台。建物の設計から内装まで寸分たがわぬ作りだという。ここに業界第1位の秘密がありそうだ。私たちは新店舗の候補地選びに同行を許された。現地に近づくと担当者がビデオカメラを取り出す。出店段階から始まるシビアな立地分析と徹底したコスト管理。出店費用をいかに抑えるかが勝負。ご覧の通り道路からの段差はおおよそ50センチ、非常に造成のしやすい形となっております。立地の条件は車で10分の半径に3万人が暮らしていること。地価の高い県庁所在地や駅前には出店しないのが原則。店舗は全て木造、鉄骨の3分の2の建築費で済む。設備投資を徹底的に切り詰めて売上の9割近くを客に還元するという方針。ファンにとってダイナムはギャンブル性は低いけど楽しめる店。薄利多売、これが業界第1位の秘密だった。数字で物事を議論する、つまり数字がですね、会社の共通言語であると。いわゆる感情論じゃなくて、単に抽象的に頑張るんじゃなくて、具体的に数字でいくつの数字を目指すのか、何パーセントアップを目指すのかといった数字で語り合うというふうに会社を作っているところです。今年の新入社員310人、ここでもほとんどが大学卒。4泊5日の社員研修を取材してあっけに取られた。プログラムの大半が読書や瞑想の時間。競合店に打ち勝つ方法論や売り上げを追求するノウハウを叩き込むような講義は一切ない。教養を高め、各人が自分と向き合って人間とは何かを掘り下げる場を持つのだと教えられた。経営危機に直面し、再建のプロから研修を命じられた秋田は東京町田にいた。パチンコ業界のみならず、幅広い企業と結んで個人の潜在能力を引き出すというセミナー。その費用3泊4日で198,000円。失礼します。おったらだ。失礼します。バラガラだ。絶
そこから声を出し、誓いの言葉を口にする。羞恥心を捨てるためのステップという。合格を言い渡されるまで20回30回と繰り返す。リニューアルオープンまで1ヶ月。自分自身が変わらなければ未来はない。研修には街に出て飛び込みでトイレ掃除を買って出るという試練も課されている。大声を出し続けた喉がかすれていた。あの研修の一環として企業の、トイレ掃除を心から体験しやってこいというあれがあるんですが、トイレ掃除してくれるの？はい、よろしいでしょうか。いいよ。トイレの方は、はい、一番奥の右付き合ってる、はい、あ、そうですか、はい、一生懸命やりますんで、はい、お願いします。相手に自分を売り込むこと、無償のトイレ掃除はそのコツを体得するための訓練だという。死に物狂いにならなければ。大手ダイナムの研修とは似ても似つかぬ特訓の中で、秋田は生き残りへの覚悟を新たにしていた。親父、見ていてくれ。オホーツクの海風が一足早く冬の厳しさを運んでくる。そこは港町、海がしければパチンコ店が繁盛する。再建の神様三井がリニューアルした北海道湧別の店、玉五郎と名付けられた新店舗が開店の時を待っていた。台数221、総工費3300万円で店は生まれ変わった。新装オープンに大量の出玉を期待して客たちがなだれ込む。この日のために従業員は1週間の特別トレーニングを積んでいた。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。前代があっという間に渦まる。店内には立ち見の客もあふれていた。初日に客が殺到するのは当たり前。知ってはいても久々の活況が秋田を力づけている。昔なじみの客も戻ってきた。この店は出る。まずイメージを作り上げることが三井の戦略。はい、準備案内に入れられ、あたりやら手込み根性でございます。どうぞ最初最後まで何やらバリバリ、はい、バリバリバリ顔を出してくださいませ。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。三井は言う。生き残るためには戦い続けなければならない。莫大なエネルギーと強力な個性を持った店だけが大手の攻勢を阻み、この時代に耐え抜くことができるのだ。そしてそれこそがパチンコ家業の醍醐味だと。今これやっとスタートラインだから、ここから先ね、本当にじゃあどうなのか、まあマジな話で一寸先は闇、闇の中をどうやって前へ進もうかって、水の中でブクブクもう息が吸えない状態でもどこまで我慢し続けられるかっていう、そういう戦いの真っ最中です今は。はい、新装開店した店の奥、ここだけは手を入れないでほしいと秋田がこだわった部屋がある。かつてここで父親に怒鳴られた。杯を組み交わし笑い合った。疲れ果て二人して眠り込んでしまった夜もある。この部屋は今の自分の支えです。秋田がぽつりとつぶやいた。新潟県上越市、オープンから4ヶ月してもマルハンは変わらぬ盛況ぶりだった。地域ナンバーワンを達成した店長もまた走り続けるより他に道はない。
ライバル店は虎視眈々と形勢の逆転を狙っている。業界最大手ダイナモはこの秋初めて西日本に進出。向こう1年間で25店舗の出店を予定しているという。数字に裏打ちされた経営の在り方はパチンコ業界そのものを大きく変えようとしていた。国民的レジャー産業の舞台裏で明日の覇者を目指して戦う者がいる。一方で懸命に生き残りの道を模索する者もいる。おそらくそれはパチンコ業界に限ったことではないだろう。勝ち組と負け組がくっきりと色分けされる時代を私たちは生きている。わずか5グラムのパチンコ玉に人生をかけ、男たちの戦いはいつまでも終わることがない。